はい、こんにちは。アニサキスに寄生された漁師濱湯です。そちらの世界ではもしかしたらあんまり感覚は空いてないかもしれませんが、僕的にはね、2週間ぶりぐらいに動画を撮ります。というのもアニサキスに寄生されてめっちゃ腹痛くなって、それからなんでかやる気までねなくなっちゃって、廃人みたいになってました。20歳の頃のニート生活を思い出しますね。まあそれはさておき、今回の食材は秋に美味しいあのお魚です。それでは捕獲シーンがありますので、まずはそちらをどうぞ。それでは今回の食材の捕獲シーンを見ていきましょう。まず目印となる旗を上げていきます。そしたら1匹目何かやってきました。こちら今回の食材ではございません。最近増えていて困っている赤エイです。そして次、今回の食材カワハギがやってきました。カワハギです。皮が剥げるから、まあカワハギなのかな。ハギ、うんそうですね、その通りですね。でその後もパラパラとカワハギがやってきて、で1匹ずつ外すのではなく、溜まったら外していきます。3匹溜まったらまず外していきます。この後にちょっと鳴くので聞いてください。これがカワハギの鳴き声って言っていいのかわからないんですけど、鳴き声ですね。僕的にはなんか歯が擦れている音なのかなっていう感じもします。で溜まれば生かしていきましょう。下には赤ビラメじゃなくて、なんだっけ、赤ゲタとかも見えます。はい、こちらカワハギではございません。こちらはウマヅラハギとなります。なんでウマヅラハギかっていうとね、皆さんの予想の通りです。でその後もパラパラとハギがやってきて、溜まれば同じように生かしていきます。次下アングルで入れては見たんですが、何も見えずに断念断念残念。はい、で今回はこれだけのカワハギが取れました。まあまあといったところですね。この中からいくつかピックアップして持って帰りたいと思います。はい、というわけで本日の食材がこちらカワハギでございます。で僕らは丸いから、まあ、丸ハギとかってね言い方もします。はい、でこちらのカワハギ、皆さんご存知の通り煮付けとかね、お刺身とかにしても美味しいんですけど、小豆島では、まあ、鍋に入れることが結構多かったりして、特に水炊きが多いので、今回水炊きと刺身、この2点でねいきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあちょっと観察していきましょう。でオスとメス見分ける方法があって、成熟したオスはですね、こちら第二背びれのここがねちょっと伸びてるんですよ。でこっちは大きい割になんか普通だから、もしかしたらこれはメスなのかな。でこっちは伸びてる、こっちは伸びてない、こんな感じで、ここがね、このトゲが第一背びれらしいです。まあ僕こうポキッと折っちゃってるんですけど、1匹だけ残ってました。こんな感じでトゲがついてます。これがね結構サカ犬になっとって、網とかをねボロボロにしちゃうんですよね。だから僕こうやっていつもこうポキッと折っちゃう。でせっかくだから、この一番大きくて、まあ肝が一番入ってそうなこの子をお刺身にします。でちょっと全部は多いので2匹のけて、こちらの5匹を鍋に入れます。じゃあまずこちらの鍋用からやっていきましょう。やり方いろいろあると思うんですけど、まずおじいさんがね昔やってたやつをちょっと一つ。おじいさんがよくやってたのが、ここを持ってここからねビリッと引っ張るんです。こうやってこうで、あとはもう普通に剥くだけもう何も考えずに剥くだけ、こんな感じ。もうこんな角が突っかかるとかね、口がどうのこうのとかね、そんな細かいことを気にせずに力の限り剥いていく。この剥き方が僕が昔から教わってきたね剥き方です。で次、よく見るね、あの口となんかトゲとこの3点落とすやつをやっていきましょう。まず口を落として、でトゲ、あとここのちょっと出っ張りのとこを落とす。そしたらこんなね可愛い感じになったところを、まあ剥いていこうか。どうせでもこのヒレとかねひっつくんだから、こんななんかあんまいい感じはしないね僕的には。まああとはおじいさんのやり方でやっていきます。まあ僕は普通にここにね切れ込み入れたりしてね、こんなこう切りやすくなる。でいつも手袋履いてやってるんで、手袋履いてる方がね力が入りやすいんで、手袋履いてるとやりやすいんだよね、このやり方は。でデメリットとしては、ここがねどうしても破けちゃうんで出やすくなっちゃう、この肝が。これがデメリットかなと思います。
まあこのやり方だとどうしてもここ残るんでね、ここだけは落としておきましょう。まあ、頭だけ落としてそこから剥いていってもいいし、もう自由です。じゃあ鍋を全てが剥けました。じゃあ次、尻尾と内臓とエラを落としていきます。取っていきます。尻尾はタンとタンとよいしょ。まず全部尻尾を落としていきます。で次に内臓、僕はねそんなちゃんとしたやり方知らないので、もうこここう切れ込み入れて、こっからねほじくって取るだけです。いつもねここを割って引きちぎって取るので、あんまりね知らないですね。もうこう切っちゃおうか。よいしょ。でとりあえず肝を出さずに、内臓とニガ玉をね取ったらもう OK。 でついでにここも切っちゃって、エラも、もう手で取ります。かっこよくね包丁で取りたいんだけど、取り方知らないから。はい、じゃあこれで OK。 じゃあ残りもね取っていきます。お、危ない危ない。このニガ玉をね潰すとあのすごい苦いので、これだけ気をつけて取りましょう。よいしょ。OK。包丁でも取れないことはない。だけど僕は手の方が早い。はい、2匹目も OK。じゃあ全部やっていきます。よし、これで最後、内臓とエラも取れました。はい、じゃあなるべく肝をねこうちぎらないように、ほぼちぎれてる気もするけど、ちぎらないように洗っていきます。はい、じゃあ無事に洗えました。でちょっとねこちらの1匹は焼きます。まあ、なんでかというとね肝が少なかったんで、ちょっとね焼くことにしました。こちらに入れて焼いておきます。これで OK。で萩は煮付けも鍋もそうなんですけど、あの肝の入ってない時の残念さってね、もうすごいですよね。卵の入ってないカラフトシシャモぐらい大事ってことです。久しぶりすぎてキレが悪いぜ。はい、でこちらにねお湯をかけて、臭み抜きをします。普通はしましょう。じゃあ次お刺身のやつです。これね絶対肝いっぱいです。もう普通にここにひと立ち加えます。よいしょ。加えたらちぎって取ります。よっ。はい、こんな感じ。まあまあまあでしたね。思ったほどでもなかった。で早速ニガ玉が出てきました。で潰れてもいいように水を流しながら、取っていきます。 OK。 で内臓が取れたら最後に、肝臓を取ります。でこれ腎臓みたいなやつ。はい、それじゃあ取れました。で次にこちらの皮を剥いでいきます。よいしょ。でここを洗って、洗えたら水気を切って、水気を切るときは頭から尻尾、頭から尻尾で最後にお腹。よし。はい、それじゃあ3枚におろしていきます。持ち上げて、で真ん中まで行ったら返して、で背中も包丁を入れていきます。シュッと。で骨の上感じながら入れていく。で中まで行ったらシャッと。よいしょ。でこんな感じで反対も同じように包丁を入れて入れていきます。入れて入れていきます。で骨の上シャッと。で中まで行ったら返して、こっちも切れ込み入れて包丁シュッと。よいしょ。 OK。 でこれはせっかくだから飾りに置いておいて、腹骨をすいていく。シャーッ。結構ね硬いんですよねこれ。でこっちも腹骨っていうかね中骨が硬いんだな、この子。はい、でここまでいけたら今日は鍋が主役なんで出っ歯。もうちょっとなんで出歯でねやっていきます。小包丁入れて薄皮までいったら包丁横に横に横に、よいしょ。こんな感じ。そしたら薄皮が取れます。
この血合い骨の上包丁を入れて、で中まで行ったら包丁を横にして横に横に、取っていきます。よし。でもう一個も同じように。よし、オッケー。まだ薄く切ってもいいんですけど、今日はね食感を楽しみたいので厚く切ります。まあいつも厚くなんですけどね、ほとんど。よいしょ。で同じように、よし。でお腹側はもう2切れでいっちゃう。お腹側は2切れでいっちゃいます。よいしょ。はい、じゃあ刺身にできたら、お皿になんか木を乗っけて、でこれも飾る。でなんでか買いたてなのにしなしなのしそを乗っけて、そして身を重ねていきます。よいしょ。よし。で頭を装着、でここにまたしそを置いて、で一旦フェードアウト。そしたらドンと、こちらのカワハギの肝を僕はねもう一口サイズに切っていく。これでね後から刺身と漬けあれするのがうまいんですよ。でドンと。それじゃあこちらの肝をこちらの器に乗せていきます。よいしょ。もう全部いっちゃう。そしたらあとは造花とかレモンを飾って、はい、こちらカワハギの姿作り完成。それじゃあ魚も焼けたんで、お魚を取り出しておきます。よいしょっき。ちなみにこれはまだ完成じゃないです。じゃあいよいよ鍋の材料に取り掛かっていきましょう。まず初代鴨ネギのモノマネをしてください。そして用意する食材がこちら。シンプルにもうネギと白菜とえのきだけの野菜と豆腐、これでいきましょう。ではまずえのき、サクッと OK。 で次はネギで、今日は白い部分しか使わないのでここサクッと。でこの函館育ちさんの部分はまあ刻んでね、チャーハンとか、いろんなことに使えます。でこっちもサクッと切って、キュッと、でシュルッと、で斜めじゃなくてまっすぐに切っていく。よし、 OK。 でこれを洗います。で洗えたら容器に並べておきます。さっきのキノコも、で白菜もちょっと立てて、ここ斜めにシャクッと。よし。白菜は中学校の頃ナメクジを危うく食べそうになったことがあるので、白菜は洗います。で一度に洗うと洗いにくいので半分ぐらい取って分けて洗います。もう洗い方は特にないです。シャーッと洗うだけ。よし、 OK。 水気がやっぱ出るからね、ここ絞っとこう。水気が好かんだよな。あ、水だけやからいっか。じゃあこの白菜も、もう普通に切って、で並べていきます。よし。で全部入れておきましょう。よし。で最後豆腐。豆腐ってねここであかんことが多いんですよ。これ優秀なやつ。で水を切って、で憧れのなんか手の上で切るやつ、手が小さいから落ちそう。これ、別にしなくても大丈夫です。これで OK。 でもう一回ねこの中に、戻しておきます。よし、 OK。 それで食材の準備が整ったら鍋を準備して、でファイヤーで水を入れます。で酒も入れます。これは全部適量です。でおばあちゃんの魔法入り粉で、最後に昆布がご家庭にあるお家は昆布をね入れてください。で超弱火にして、これでちょっとね出汁をいっぱい出す。で出汁が取れたら沸騰前に取り出して、じゃあここにまず白菜、でえのき、で萩。よし、並んだ並んだ、 OK。でネギ、で豆腐、まあ今は浮いとるけどへたるでしょう。でもうちょい水を足して、よし、これで蓋をして、20分ぐらい待ちましょう。はい、
じゃあ15分ぐらい経ったんで見ていきましょう。オープン。わーお、すごいね、綺麗に並んでますね。開ける前に並び直したんですよ。もうちょっと置いておきます。はい、鍋もあと少しとなってきたので、ちょっとねお酒の準備をしたいと思います。今日はねワンカップを使って熱燗を作りたいと思います。じゃあまずワンカップと、なんていうんだっけ、おチョコじゃなくて酒入れるやつをご準備。じゃあ次おチョコを取って、この酒入れるやつにロートを刺して、でこの中にお酒を入れていきます。よし、で軽くラップをして、とりあえずこれで待機。それじゃあ鍋もできてきたので、これをちょっと移動して、はい、まず鍋をコトリで、お刺身と萩の焼いたん、それからまあいろいろですね、つけるやつやら何やら何やら。でこちらの萩の焼いたやつなんですけど、昨日僕が作ったね謎のあんかけがあるので、まあ、謎って言っても生姜なんですけど、この生姜あんかけを萩にかけて、これで完成。で最後にネギをかけて、はい、萩焼きあんかけ完成。でこちらのこのなんだ、一升瓶じゃなくて酒ぬくめるやつもこんなの入れて、でレンジで、どうしよっか、1分ぐらい温めようか。よし、もうちょい。はい、これで酒も温まったところで、はい、こちら濱湯特製萩の3品完成。焼きあんかけと姿作りと鍋です。それじゃあ行けよう、始めようか。はい、ようやくできました。それではいただきます。ほんまかーん、乾杯。というわけで熱燗で乾杯。あ、うまい。この熱々が僕好きなんですよ。ただ今めっちゃ暑いんですけどね。まあおそらくね、そちらの世界ではかなり寒くなってきてる頃じゃないでしょうか。それじゃあまずこちらの萩あんかけをいただきましょう。身を取って、でこれあんかけと絡めて、これでいただきます。うん、うまっ。この淡白な身にね、生姜の効いたあんかけがよく合います。うん、うまい。で次はこの姿作り、これねこうやってのして、僕は肝醤油じゃなくてこうやってね全てをまとめて食うのが好きです。すっごい贅沢。うん、これだよこれ。僕の求めていたものがここにある。僕はほんとこの萩の生肝と食うのがね一番好きなんですよ。うん、もちろんこれが熱燗にも合います。プシュー。で最後にこちら萩の水炊きをいただきます。まずね萩を取り出します。でもう見事でしょ、肝もねしっかり中に残ってるし、でここにちょっとねネギとかを添えてあげて、で緑のネギも盛る、でもみじおろしとかも添えて、で最後にポン酢をかけます。よし、これが萩の水炊きです。このめっちゃ美味しそうな身をね取って、すげえ。でポン酢につけていただきます。うん、うん、すごい日本酒が欲しくなる。身自体はね淡白なんですけど、淡白だからこそのこの癖のなさ、この癖のないのとこのねポン酢がねよく合って、でこれがまたね日本酒で引き立つのよ。で引き立つといえばね、このあん肝がね、あん肝ポン酢と一緒で、すごいね日本酒と食べると引き立ちます。で肝と身、これでパクリと。でこの余韻が残ってる時に、あー日本酒で流し込む熱燗が最高に合う。鼻の奥でねこの肝のね独特の癖がねうまみに変わります。でまあ普通にこうやってね魚の出汁が染みた野菜たちはこう出汁、あ、ポン酢につけてこう、うん、うまい。あ、豆腐もいい感じにできてますね。うん、いやほんと最高だなこれ。あった、
日本酒とも最高。まあでも僕はね、一番好き、何が好きって言われたらやっぱこれだね。やっぱこれだね。萩の生肝と刺身、全魚類一番おいしい。うん、うまい。こちらも初の試みにしては美味で、一杯食べた後に最後にこちらで、いやー、ほんと最高です。ゆっくりとね、あとは熱燗でいきたいと思います。はい、それではあとはゆるりと、ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。うまづらはぎ、とってもね、あ、違う、うまづらはぎじゃない、カワハギですね。もしかしたら動画の公開がちょっと遅れて、まあカワハギの旬が外れてしまうかもしれないんですけど、多分うまづらはぎがね、これから、まあ多分ちょっと正確な情報を忘れちゃったんであれなんですけど、うまづらはぎが良くなってくると思うので、まあぜひね、はぎを食べて鍋とかにしてみるのはいかがでしょうか。日本酒とね、めっちゃ合うので、ぜひやってみてください。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあね、バイチャー。